怪物や吉野の塗装教室第2回目今から始まります。わーい、はい、怪物屋の吉野先生、怪物屋の吉野先生、そしてエクスプラスの岡本知事でございます。はい、はい、ガメラで、まず前回のガメラを多くの方々に見ていただき大変ありがとうございましたという、はい、ということでありがとうございました、はい、本日はですね、先生、このユニバーサル映画ジュラシックパークのですね、ティラノサウルスレックス、これね、揉めたんですけど T レックスって入れたかったのに開発担当者がですね、梅地ってやつなんですけど、ティラノサウルスと入れてくださいっていう強い要望がありまして、ティラノサウルスレックス、うん、まあ確かに正式にいいかなって感じはしますね。そうだね。本日はあの先生にはですね、これをちょっと作っていただければというところで、はい、今回の概要はと、まずちょっとだけ接着編、組み付け編ですね、組み付け編と、その後前回ガメラの時にグリザイユっていうのが割と評判良かったんで、今日は同系色でいく釜井湯画法っていう形でいきましょう。画法ってなってますけど、模型で言うと技法と、で今日は釜井湯技法っていう、カタカナですか、フランス語、あ、フランス語だから、グリザイユ釜井じゃないね、はい、だから発音やってみたらどんなになるか分かる、釜井湯グリザイユお願いしますシナ笑ってるじゃあそういう感じで始めますね。じゃあまずは制作で T-REX の接着組み立てからいきます。通常プラモデルってニッパー使うんですけど、僕大体毎回ハサミです。それ先生、なんでなんですか。これはね、このハサミ自体がもともとが生け花用で開発された、つまり植物繊維って切りにくいけども容易に切れる、どんだけ切れるかというと、ここ大体塩ビになってるんですけど、こここうやって持つとそのまますごい破壊力、そうバンバン切れる。うーん、あとニッパーってやっぱバチンなんですけど、ハサミってクロスなんで、はい、ここのエッジガイドを入れるととてもまっすぐと切りやすい。なるほど。だからもっとさらにいいことがあるんで、この動画の最初はどんどんここで行ってきます。切り口ですね。なるほど。ほぼこれで、まあ、ほぼほぼナチュラルに切れてる、ニッパーと同じぐらい切れてると思います、はい、であと接着剤ですね、主にだいたい流し込み系ですね、流し込み系ですけど最初にもう塗っちゃってます。これできたら両方に塗っちゃいます。そして合わせます。溶剤による接着ってやつですね。ここでさらに流し込み、まずあの接着面を最初に塗っといて柔らげるっていうことです。で次に接着面に流し込みいきます。だいたいこれで10秒ぐらい押さえつけといたらいけるんで、プラモデルの良さはこの接着が早いっていうところですね。でここでテープで乾燥するまでこのテープで固めます。なかなか隣で助手もいい仕事してると思います。すごいねほぼこんな感じで、今回なぜ組み付けを先にするかっていうと、この T-REX の接着の考え方が、分割方法が第1回目で言った時と被るんですけど、左右貼り合わすのが大体通常のプラモデルなんですけど、今回のこの T-REX モールドを生かすために、いわゆる車の5ピースボディ、側面、側面、トップ、アンダーと、この4つの構成になってます。で、4つの表面を貼るんで、真ん中にこういう卵というか角があります。こう、肉の部分ですね。これに表皮を貼っていくっていう構造が、これ設計思想であるんで、なぜかというと、この表面モールドを深く生かすためです。ここが今回の最大の売りなんで、今切っていってもらってるんで、まあニッパーで切ったとしてももうこれ固まってます。今日の予定は15分なんで、これでもういっちゃいます。いっぱい作ったけどインストが欲しい。そうインストね、わかりました。インストが欲しいぞ。
簡単にするとこういう組み付けになるんですけど、ここでなぜニッパーでなく半世紀もこれを使ってるかっていうと、もともとここで削げる、ここで接着面のはみ出しとか全部削げるんですね。できるだけ組む時って机の上はシンプルな方がいいに決まってるんで、いろんなものを使わずとも、こういうバリとか残りカスも全部これで研げます。だからほぼこういうような形で、ここに綺麗に接着されてないと、さっき言った側面とかトップが貼れなくなる。どうやっても隙間ができます。でそれを取るために、まあヤスリ使ってもいいんですけど、ハサミでパーツをカットして、ハサミでカンナ代わりするっていうことです。だからハサミっていうのはニッパープラスカンナ、これができます。これがものすごくスピード早く楽しく作れるんじゃないかと。でこれ1個でほぼできるんで、結構日本の伝統的な結構ハサミなんですけど、これ鉄がねすごくいいんです、日本製は。なぜかっていうと、日本神話スサノオが八幡のオロチをやっつけて草薙の剣が出たっていうところの、これだいたい安木鋼です。安木の鋼ってやっぱ宮本武蔵の剣もそうなのかな。そんだけ鉄がいいんで、僕はこのハサミを勧めてます。すべてこれ1本でだいたい作っちゃいます、この半世紀。当然ニッパーでもいいんですけど、絶対高いものを買わないといけないかっていうとそうでもないんで、まあずっと制作途中ではそれを使ってますね。今簡単に切ったこの部分もここで削いでいけます。こういう感じですね。だからこれをすることでヤスリを使わずともバッチリ合うようになるんで、面白い、勉強になりますね。だからぜひともこれを組むときには組み付け動画をアップしたかったっていう。今もだからどうやっても切ったところ、こういう荒れたところになるんで、ここをハサミの面を使ってカットします。でこういうカットします。でここをそのままカンナ掛け、ここをカンナ掛け、まあこれはプラモデルばかりでなくてレジンキットも一緒なんですよね。で全てこれ、この日本のこのクラフトチョッキっていうんですけど、このハサミがすごいのが鉄がいいっていうことと、もともとが生け花用に開発されたんで、植物繊維を切るそういうような形で開発されてるんで、女性の力でも切りやすいように塩ビになってる。これは柔らかさとともにバネになってる。だから結構なヘビーなものを切れてしまって、だいたいブリキ細工、ブリキのおもちゃのああいう金属もこいつで切っちゃいます。で何がすごいかって、刃がちょっと荒れたらここの鍛冶屋研いでくれます。安い、うん、ここの鍛冶屋というのはこの発売元ですか。そうそうそう、おそのアフターサービスはすごいですね。で1本だから1000円ちょっとなのに、だから僕高校生の頃に買って40何年1本ずっとそれだけで折ったんで、40年間全く大丈夫だったっていうような形で、まあ普通にだからハサミを進めたいなと。これはあれですか、メーカー名打ってもいいんですか。アルス工業って、あのここの部長さんもモデラーで、ああなるほど、だから僕これは ずっと扱わせてもらってたんで、うんうん、だからこの刃一本で全部ね、全て接着面カンナ掛けできちゃうっていう、このスピード感、ここが今回ちょっと言いたかった部分でございます。いや確かにこれはいいね。わかる、わかるっていうか、すごい切れ味、すごいでしょ、うん、だからあのこれ1000万本も売れてる。今回のこの T-REX の凄み、ここの表面の鱗ディティールをプラモデルで生かそうとしての分割なんで、ここは表面モールドをすごく楽しんでいただけるところじゃないかなと思います。まあ、非常によく出てますね、あの出てるよね、モールドもね、うん、これはもうあの最初からね T-REX をしたいっていう、そういうところから極初期の段階でこの5ピースボディをもうずっと開発意図としてはあったんで、ここの中の中心を作って、それに貼るアイデアはさすがだなと
そうですね、やっぱ思いました、うん、だから最初フレームという観念がなくて、その逆テーパーというかね、アンダーカットの部分はどうしてもそのクリーチャーというか有機物には出てくるので、それをどう表現するかと、そういうところで非常にまあ悩んでいたのでございますが、まあ、これだけこう柔らかいものを表現するっていうところでは最も良い方法を見つけたぞという感じですね。そうですね、うん、だからそういう左右合わすばっかりでなくて、こういうような形でこのあとリドサウス、また半魚人、いろいろ出てくるんですけど、なぜこんなにいっぱい分割されてるんだっていうことは、この表面のモールドをすごく出すためだという形です。完成しましたですね。ということで、こういう状態で完成しました。どれどれ、あ、先ほどのカットといい、接着といい、見事でございますね。はい、あのね、これ造形がすごいのが、はい、この走ってるところを、うん、こんなに重心を立てて、あのしっかりと走ってる感を造形できてます、うん、でここの重心配分がとても今回の見どころでもあります、この正面のね。だからここを堪能していただきたい部分ですね。であとは本当正面から見てすごくかっこいいので、また再販時はこういうパッケージもいいかなと思います。はい、はい、じゃあここから塗装入りますね。前回のガメラはグリザイユ、黒白に塗ってやったんで、今回はこれ同系色で攻める、 T-REX のこの成型色がとてもいい色だと思いますんで、肌のこの色を生かして、成型色を生かして仕上げるというやり方します。この白、赤、青、黄でドライブラシいきます。豪快にかき混ぜてドバッといきます。今回使用される塗料はタミヤカラーエナメル塗料ですね。前回もそのエナメルですけど、これは乾きが遅いからっていう形で、はい、筆はいつものようにコリンスキー、ちょっと高いですが一度買うとやめられない。まあ、釜湯っていうことでね、同系色なんですね。 T-REX で見える一番下地の色、レジンキットで10年前からよくある技法で、地肌を生かすやり方あるんですけど、 T-REX のこのモールドカラーがベースになるんですよね。そう、サフレスとかいうのであるんですけど、はい、サーフェイサーをだから拭かない。前回のガメラは下地を全部隠すために下地に黒を塗ったんですけど、はい、今回はこの素敵な地肌なんで、これを生かそうとします。だから同系色のこの一番薄い色を作ります。だいぶ混ざってきましたね。黄色少ないって言ってあったけど、よかったね、うん、ちょうどいいぐらいですね。でこれで筆を起こします。いわゆるドライブラシ的な塗り方ですか、うん、ドライブラシの概念ってこういうストロークの後に色がじわって乗る感覚なんです、はいはいはい、でいきますね、はい、じわっとこういうディティールが細かいんで、もうそれだけで立体感が出てきましたね。この色は主にT-REX の仮面の色ですね。前回も言ったんですけど、やっちゃったとか、あ、出たとなって失敗したって思う方もいらっしゃると思うんですけど、すべてね、構わず言ってほしいんです。イレギュラーイズベストって、もうとにかく許す心、とにかく出ないとやっちゃったって思ったら止まっちゃうんで、みんなそこで終わって、一回手が止まるとそのまま放置になっちゃうんです。だからそのまま構わず塗ると、で後でどんな失敗してもリカバリーはできるんで、ただイメージした色を作るかどうかが問題なんです。今回の色はどうですか？後で変えれるんで、とにかく調子です。前回のグリザインも調子が大事って言ったんですけど、色彩の調子ですね。トーンの調子、あの濃淡ばっかりでなくて、色味の調子がちゃんと出るかどうかです。これね、今ベロをくっつけてないんですけど、わざとです。後でベロだけはめ込まないと歯が塗りにくいんで、ベロだけくっつけてないです。しかし顔の立体感すごいですね。これぐらいの角度、うん、このサイズとか技法によるんでしょうけど、まあ、前回 の、 あのドライブラシっていうのはもっと小さな筆で、うん、短い筆でって感じでしたよね。いや、同じもの
あ、この筆ですか、うん、模型って結構ね、みんなね、何でもかんでもちっちゃいものを使いがちなんですけど、だいたい模型の材料、さっきのハサミもそうだけど、大は小を兼ねるっていう、大きい方がやりやすい。これだけでも毛足の長いたっぷりした筆でしたら、あれですね、だいぶそのペーパータオルに塗料を吸い取ってもらわないとベタっといっちゃいますね。いっちゃうんで、うん、それでもいいんで、これぐらい一気にいきます。爪だろうがどこだろうが、とにかくこすってください。前も言ったようにムラがどんだけあってもいいので、ムラこそ生命を叩き込むって思っておいた方がいいんです。肌もね、全部ここからここまでで同じ色ってそうそうないんで、表裏と。そうですね。だからもう全部ムラこそ命と、そういう風な自分に都合のいい考え方で全くいいんで、そういうような形で思って楽しむっていう方が絶対的に大事だと思います。なるほど。ほぼこれでいきました。これでだいたい下地です。ムラだらけのドライブラシで立体感豊富な下地塗装、これで完了という形で、はい、ほぼこんな感じで簡単にドライブラシが終わって、前回ガメラの時でも評判が良かったこの色鉛筆を使って下地で歯と目を描きます。もう歯と目だけを特化してこの時に白くやっときます。目は白く、下地なんですけどね、実際にはちょっともうちょっと黄色くなるんですけど、歯はドライブラシした上に色鉛筆でこすっていきます。色鉛筆使うんだって割と言われたんですけど、相当これは模型の世界で使えるはずなんで、ぜひっていう。この色鉛筆はどちらのやつですか？これ確かニューヨークだったと思う。全部アメリカではもう普通のスーパーでも見たことがあるんですけど。なるほど。大体の画材店でこれ売ってるんですね。要はエナメル塗料で溶けるんで非常に便利なんで。なるほど。ここを簡単に色をつけてたら、普通にこれで伸ばすだけでもう歯が濡れちゃいます。エナメルのシンナーばかりかは、まあペトロールとかね、普通の油彩の溶剤でも全部何でもいいんで、これが全部溶けていきます。ほぼこんな感じで、爪は T-Rex の場合黒いんで、歯と目だけを白く色鉛筆で塗りました。なるほど。これはでも本当に細かいところですけど、うん、この手法でいくと便利というより、非常に綺麗に塗れますね。そうだから、超速で仕上げるにはだいぶ便利です。そうですよね。この先の尖った色鉛筆で細かい目を描いて、うん、ではみ出しもないですね。そう。でその上から先ほど吉尾さんが言った通り、エナメル塗料用のシンナーですね、これを上からスッと撫でるだけで溶けて定着すると。定着すると定着とするという感じですね、うん、ほぼこれでできます。とてもいいですね。これは各模型界いろんなホビーでは欠かせないものかなと思います、うん、はい、はい、じゃあ次にこの先どうやって塗るかっていうのを、この間の第1回目のガメラみたいに彩色していくのに、じゃあどう彩色するかをちょっと資料ですね。このウィンストンエフェクトっていう本でございます。 T-Rex を作ったスタジオですね。それのノウハウがここにありまして、ほぼこの色です。ほぼ制作途中の写真を見て、目とかこういう色なんですけど、これ制作途中の色を見るに、最初のスケッチ画がこんなトーンですね。でこれが最初のクレーモデルで、ここを見て大体の柄のはこうなってるんだっていう形で、これは白黒なんですごく濃いんですけど、ほぼ完成途中のものを見ると、まあ、今回のカマユっていうのがほとんど全部同系色です。全部同系色なので、途中の塗ってるこれですね、こういう感じで上からまず第一層目はブラウンをかけてます。この写真を見るに、最初ブラウンをかけていって、最後に濃い色をかけると。じゃあこの下地を塗って、ここからブラウン系と、あと濃い色ですね、斑点とかもあるこの濃い色を調色します。マゼンダー、シアン、イエローですね。これでまずブラウンいきます。黄色っぽいブラウンですね。黄色っぽいブラウンなんで、ほぼおそらくこの黄色に対して、あとこれぐらい
さらにシアンはちょっとだけでいいです。これだけ。ほぼもうできたと思うんだけど、結構別でできた。こういうような色です。これをベースにします。でもう一個濃いブラウン目があるんで、濃いブラウン目を作りますね。これまた黄色ベースでブラウンなんで、ちょっとマゼンダを多くします。最初の黄色ベース、これを紐解くと Y を100だとすると、マゼンダが65、シアンが20、30ぐらい、そんなものです。でそれが最初のやつですよね。最初の今作っとられるのが、これはね、Y を100だとすると、イメージ的にはマゼンダはもう60、70以上。あ、えらい多いですね。うん、でシアンはもうやっぱり20、30で、これねちょっと朝食はシアンがちょっと強かったんで、これでドバッと入ってしまったんで、なるほど、マゼンダを増やします。来ました、もう OK ですか。すげえな、ほぼこういう色ですね。っていうこの2色を秒速分速でできちゃった。なるほど。今回使われているのはミスターカラーですよね。ですね、ラッカー系になりますかね。はい、はい、ラッカー系です。下地はエナメル系ですけど、一般的には逆なんですけど、はい、下地に塗ってるのは主に顔料系のエナメルです、うん、で艶消し剤のエナメルなんで大丈夫です。これずっと噛んで、そうやな、 こんな手法をやりだして、これもう半世紀ぐらいこんな状態で大丈夫なんで、なるほど、あの後からめくれたこともないんで、これで大丈夫だと思います。その、 あの一般的でないところがこの教室の面白いところですね。そう、面白いところだと思う。 そうでみんなそうかっていう部分だとも思う。なるほど。でさっきの分量比で作った塗料をこう前回も使ったんで、もうさっきこれあの T-REX、 あの静岡並びそういうところで展示やった色もちょっと残ってたんで、ほぼさっきみたいな比率で作った塗料です。でこれをエアブラシで今から拭いていくと、はい、エアブラシって普通にこう塗るんですけど、うん、ほとんど生物の場合はスポット的に叩いた方が余計ムラがあるんで、生物的になっていくできます。ここ結構ツボなん で、まあ、これ人間塗る時も一緒です。綺麗な女の子を塗る時でも大体これぐらい叩いてもいいです。エアブラシで叩くっていう概念はみんな持ってないんですけど、これ主にあの80年代のクリーチャーがいっぱい、クリーチャーの映画がいっぱい出た時からこういう技法にハリウッドもなってます。小道具とか、いろんなクリーチャーのスタジオとか、主に大体叩いてます、これぐらい。なるほど。で、その方が濃淡ができるんで、生物感増します。で、叩けば叩くほど、これ透明塗料なんで濃くなります。これだけでもう、とにかく叩いていっぱいムラを作るっていう。まず第1層目こんなもんです。ここからさっき作った、じゃあその赤い方を今度もあの叩きながら、 T-REX の迷彩柄ですね。だからもうまるで迷彩柄のものをもうやっぱこうやって叩きながら塗り込んでいきます。エアブラシする時の塗料の濃さの説明は、だいたい牛乳の粘土の濃さを参考にしていただくといいと昔から言われてますが、だいたい僕は牛乳の濃さより若干薄いです。ほとんど水のような感じです。なぜかというと、塗装ってのは塗膜は薄ければ薄い方がいいです。塗膜は極端に薄くします。前回のグリザイユと同じで下地が生きてきます。もうほとんど油絵の感覚です。だからこれも前回同様、油絵そのものができて500年600年経つんですけど、伝統的な手法ですね。それを模型に取り入れてるっていうことです。ああ、空気圧全く今回触ってないんだけど、位置ないです。あんまり風が出てない状態です。あ、本当ですか。で弱いんで、ここもう簡単に言うと、こうベタ付けやっても垂れないです、うん、
でエアーとともにもうここでもう色がついた瞬間ほとんどラッカー系の良さで乾いてるんで、もうだからこうおそらくですよ、ここ今拭いたけどここ触っても多分つかない、エナメルとまた違うところですね。そうだからラッカー系のだから体感的にここを濃くしたいっていうところはもうずっとやっといたらこんなに濃くなる。これ透明色だからです。でずっとこういうのでメリハリをつけていくっていうことです。かっこいい、かなりかっこいい、もうかなりいいですね。この色でもすごいですね。これだけこう、うん、ずっとこうヘアブラシを塗っているにもかかわらず、はい、その下地がちゃんと残っているっていうのがすごいですね。それがだからグリザイユとともにカマイユ、この同系色で仕上げるときにはとてもいいところではあるんですよ。だからあれぐらいムラがあってたのにかかわらずちゃんとテクスチャーに見えてくる。見えますね。今回はこれにさらに濃い色ですね。次に一番 T-Rex で見るにものすごい濃い斑点があるんでそれいきましょう、はい、この色作ってなかったけど、まあさっきの色ですね。これを混ぜて作った黒です。こんな黒ですね。こういう黒斑点とかはもうそのままエアブラシを近づけて止めるだけで斑点になってるんです。T-Rexってこう見るといっぱい粒が書いてあるんですね。でその粒を表現するのにスラメ拭きも使っちゃいます。これ拭くとこんなにスラメで柄が入ります。普通にスラメ拭きをこんだけ大胆に拭いてさらに濃くなりすぎたのでベージュですね。もうこんな感じでだいぶ不思議な立体感ができた。これが砂目で、わかるかな？砂目。目が粗いです。なるほど。目が粗い砂を撒いたようなもので、本物を見ると多分これね、叩いてるのもそうなんですけど、これスケール35分の1なんで、実際の1分の1を塗るときにさあさあ塗ってもこんな多分ストロークだと思うんです。だから35分の1になりきって仕上げないといけない。やったら塗料も叩いたりいろんなテクスチャー、偶然できるそのテクスチャーをこの模型に表現する。だから塗料も細かいものもあれば粗いものもある。でその色を吹きつけるという形ですね。だいたいこの砂目拭き普通の作例でも僕だいたい入れてます。でほぼこんな状態でボディ塗装の基本塗装が終わり、はい、じゃあ次にベースが乾く間に T-Rex の口と目を塗るというここ醍醐味な部分をいっちゃいましょう。まず口を塗るっていうところからいきましょう。で歯とかまた色鉛筆とかでね白くやってるんですが、ここの裂けた口の部分ですね、そこはかなりとポイントが高いんで、これをまたどう塗るかっていうところを紹介します。青、赤、黄色、白、大体はねこの赤、青、黄色、白で、色を作ります。 T-Rex の色をよく見ると大体ピンクなんですよね、口の中はね。人間の口の色とあんまり変わってなかったと思うんで、そういうニュアンスでいっちゃいましょう。大体赤と白と思いきや青をだいぶ入るんですよ。なんでかっていうと口の中にある、血管の静脈って青くなるんで、静脈を意識すると青をだいぶ入れた方がらしくなります。これに
ちょっとだけ骨、蛍光色の赤、その方が色が主張してくれるんですね。蛍光色を使うことによって、こんなに主張してくれました。ほんのちょっとです。で、塗ります。大胆にいっちゃいましょう。もう歯にかかってもいいんで、大胆にこれ塗っちゃいます。とにかく色を刺すっていう感じですね。奥まったところ、今はちゃんと見て塗ってないんですけど、奥まったところに色を入れていくっていう感じでいいと思うんで、色を置いて色を刺すって感じです。でこの時にベロですね、ベロもこれで一気にズバッと塗っちゃいます。同系色で下地のままです。下地のままのカーキ色を生かしたベージュのドライブラシ、その上からこれ口内の色を塗っただけで、ちょっと立体感の色の調子、ディティールの調子も出てます。でほぼベロと口の中がこのようにできました。でここでですね、色を歯についてるところを剥ぎ取るっていう作業、シンナー吹き込みやすい筆で、平筆ですけど、それで歯についたところを落としていきます。ちょっとまだ物足らないと思うんで、もうちょっと濃い色ですね、口の中のシェードっていうことで、もう赤と正味青を混ぜた、今度はこれの色の濃い色で口の中を流し込みます。ベロもほとんど青です。もうこう見たら野沢先に見えるぐらい青を入れちゃって、ズバッと流し込む。さらに芯がつけた筆で前の方だけ明るくして、ティレックスね、ここに穴開いてるんですよ。ここの穴結構ポイントなので、この濃い色を入れてます。でほぼこういう生々しい色になって、でさらに最初に塗った釜湯のちょっとベージュも少し明るい色もシンナーで、今塗ったのを少し剥ぎ落とす、少し剥ぎ落とすとディティールの色の調子が出ます。こんな感じで結構リアルになったかな。でこれで口の中終わりです。目を塗るのにまた練り消しでもいいんだけど、まあずっと電気の入ったハンドガムっていつも使ってるやつですね。このハンドガムで目の周りをカバーします。これでまず目のマスク終わりました。はい、ここまで。